はい。じゃあこのまま続けて、あら、帰っちゃった。あら、帰っちゃったよ。帰っちゃったよ。言っとかないとダメですよ。戻ってこれますか。撤退が早い。じゃあ、戻ってこない感じがしますんで、3人でいきますね。行きましょう。こんばんは。こんばんは。ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。お願いします。前回ね、映画のオファーを、出演のオファーを、ね、させていただいて、出演していただけるということで。で、後編は、じゃあ、そんな俳優のお二人にですね、どんな人たちなのかなっていうのをこう、掘り下げていこうって思ったんですけど、これ続けて撮ってるんですよね。その、演出上ね、さよならって終わったら、久保さんそのまま帰っちゃいましたね。マジで帰りましたね。今日のゲストは流木さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。宇宙から、はい。宇宙からね。それすごいですよ。もう宇宙から出演してくれてますよ、本当にもう。地球は青いですか？いや、ちょっと窓がないので、ちょっとよくわからないんですけど、宇宙船神奈川からお伝えして。久保さんは帰っちゃうし、声はやばいし、もう、今日何話しましょうかね。なんか、流木さんのこう魅力が滲み出るようなね、テーマで。話したいなと思いますけど。そうですよね、もう。すごいです、今。タバコ吸い始めますから。はずんじゃタバコ吸い。自由。自由だよ、めっちゃ。めっちゃ面白いわ。久保さん来たよ。久保さん来たよ。おかえりなさい。おかえり。おかえりなさい。はい。ちょうど今からね、後編のね、フリートークと。あ、そういうことですね。はい。いいっす。裏切らないですね。本当にね。楽しい。今日やべえな、今日の回。いや、すいません、本当。いや、全然もういいんです。もう。今日何喋りましょうかね、4人でね。掘り下げ系か。歌手の話とかがいいんじゃないですか？そうですね、そうしましょうか。うん。いつの話します？いつぐらいの聞くと、健三さん、ああ、こういう人なのか、みたいなのが見えてきます？大体思春期ぐらいじゃないですか。ああ、思春期。テーマ、思春期で今日はじゃあ行きたいと思います。思春期で。どういう中学生、高校生だったか。割とその辺で人格形成されるから、意外といけると思うんだよな。なんかされる、うん。まあまあそうですね。お、久保さんどうでした？思春期。いや、思春期。今おいくつなんですか？僕30ですね、今。あ、30なの？見えないね。25くらいだと思ってた、俺。若いですね。もうめちゃめちゃ30です。めちゃめちゃ 30？ 30にめちゃめちゃあるの。そうですね。昔の話でしょ。小中、エリートでしたね。エリートというか、なんか、いい感じというか、中3の頃に、はい、その受験の時期ぐらいに、うん、その家の近くのめちゃくちゃ頭悪い高校に行きたいって親に言ったら、お母さんに、はい、泣かれてしまって、突然言ったんですか？そうですね。突然言ったかな。同じの頭の悪いところに行くの？いや、なんかもう勉強に飽きた時期だったね、ちょうど。なんか多分遊びにはまったというか、なんか遊んだ方が楽しいなって思い始めちゃってた時期で。で、そういうのもあって、そこ行くって言ったら、母に泣かれて、はい、あんたはそこじゃないみたいな感じで言われて、で、地元の普通の、なんていうんですかね、一番いい進学校に行ったんですけど、もう僕はその勉強しないって決めてたんで、はいはい。高校行くだけ行って、っていう 感じですね。高校時代はなんなんですか？勉強せず何してたんですか？高校時代はですね、マジで何もしないっていうか、なんか、まあ、ギャンブルじゃないですけど、まああ普あ。通に遊んでて、まあ悪いことしてたんですね、ちょっと。まあまあそうですね。なんか別に変なことはしてないですけど、で、あんまり仲良くないか、その勉強しなさすぎて、はい。なんで学校来てるのって言われたりしてて。まあそうよね。進学校の子からしてみると、ね。そうです、そうです。つまりますね。はいはい。はい。で、まあ、高3の受験の時期になって、さすがになんか、周りに感化されて、まあ、受験しようかなぐらいで、まあ、勉強し始めて、やっとっていう感じおですほね。ほほほほほほ。かいつまんで話すとそんな感じです。ほほほほ。老中高。はい。ちょっともう一歩深めたいんですけど、なんでそう切り替わったんですか？急に勉強に飽きてやらなくなるっていうのは、なんか謎だなと思ったんですけいやー、多分ですね、中学校の頃、不登校の友達と仲良くて、ど。はいはい。で、ほんとなんか、ゲーセンやらなんやらいろいろ、遊んで、まあ普通だと思うんですけど、それは。なんか、勉強し、なんて言うんでしょうね。なんか勉強しても楽しくないな、みたいな感じで思って、なんかわかんないですね、その時。勉強以外の楽しさを見つけたんだ。そうですね。なんか別にガリ勉だったわけでもないんですけど、うん、なんか、そうですね。うん。なんか将来別にしたいものとかもなかったですうし、ん。勉強するモチベが全くなかったみたいな感じですね。あはははははは。うん。なるほど。まあそういう時期あるよね。わかるわ。そうですね。中高、大学生の頃もなんかずっとニートに憧れてましたもんね。俺と一緒です。半年あります。おお、半年で辞めた理由はいや、その時はもう、なんでしょうね。さすがにお金ないのと、はい。まあなんか、結婚できないなって急に思い始めたって感じですかね。根底に社会性があったわけですね。それはニート向いてないですわ。だから僕は、そういうニートへの憧れとかがあるから、はい。上水さんのお友達、イムさんですか？はいはい。とかがなんかめっちゃ好きなんですよね。なるほどね。憧れの生活を送ってる人なんだ。まあまあなんかそんな感じですね。なんか無職の人ってなんか気になるというか、何してるんだろうとか、楽しそうとかなんかいろいろあるんで。まあまあ、はい。っていう感じですかね。やっぱいいですね。過去の話聞くのね。面白いですね。ちょっとお二人いるからね、あんまりちょっと時間使えないので、じゃあ流れ木さんの方も聞いてみましょうか。思春いま期。す流れ木さんが思う思春期でいいんですけど。僕、40代なんですけど、はい。ちょっと、はるか昔な感じがしますけど、生まれは鹿児島県なんですね。えじゃあ九州なんですね。そうです、そうです。で、なんですか、中高は、あれですよ、僕も進学校というか、はいはい私立の、学校に行っていて、はいまあ、勉強しなかったんで、浪人もしましたけど、はいはい。で、大学で熊本に出てきて、あ、ほう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 。で、目いっぱい留年もさせていただきまして、そうなんだ。働きたくなかったんで。はいはい。戦略的留年そうです、そうです。まあ、ちょっと、親には申し訳ないなとは思うんですけど、結構当時、就職率ね、だいぶ低かったので、はいはいなんでしょう、単位をわざと落として、新卒で、就職していくみたいな流れがあったんで。ああ、そうっすね。はい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 。乗ってるふりをして学校行きませんでした。なんか属性似てんだよな、2人。なんだろ、健三さんもちょっとそっち系ですもんね。俺もそっち系だからね、もともと。俺も働きたくなくて大学行った口だから。留年はしてないけど。面白いな。ニート期間もあるしな。わかりますよ、働きたくない気持ち。うん、今でもありますもん。働きたくないなって。今も働きたくないですね。ですよね。はい。ダメ人間3人集まってますよ、どうすか。なんか僕は今もう結婚願望が強すぎて。あ、そうなんだ。だから働くみたいな感じです。へえ。それはなんですか、孤独死怖いみたいな感じなんですか？いや、なんか、子育てせずに死にたくないみたいな感じですね。へえ。なんか、ちょっと子孫を残さねばみたいな。動物的ですよね。本能感がすごいある。うん、湧いてきてるんだ、その本能は。子孫。いや、そうです。はい。繁殖しなきゃっていう。婚活ってなんか具体的にしてますか？いや、そう、マッチングアプリですね。これ婚活なんですか？マッチングアプリ。ほんと、真面目にマッチングアプリをやってますね。マッチングアプリもいいけど、ポッドキャストでマッチングするというね。あ、そうそう、一人喋りたいって男の子がいるんですよ。そういうのもやりましたんで、この婚活編もやれそうですね、マッチング。松原さんですね。結婚相手をマッチングするっていうのを、映画も踏まえて一緒にやりたいですね。はい。はい。いや、本当お願いします。長歴さんご結婚されてるんですか？ああ、全然してないですし、する気もないですね。さっきほら、生まれとかは話しましたけど、生まれた時からですね、結婚は、するとしたら、資産家の、娘さんの紐になりたいっていう、そういう。めちゃくちゃ言ってんだよ。ああ、はいはいはい。逆玉に乗ろうというね。そうそうそう。はい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 。そういう方を募集してますけど。いやいや、わかります。いつもこういうのわかった。あ、じゃあ、養ってくれる人方結婚してもいいかなって感じなんですか？そしたら長さん。そうです。ああ、なるほどな。俺最近ね、それをね、俺もそうなんですよ。養ってくれる人がいたらもう結婚してもいいかななんですよ。家事できるから、もう専業主婦やると。だから外資系勤めてる女の子か、公務員の女の子かがいいなっていう話を、最近20代の子にしたんですよ、女の子に。うん。ドン引きされましたよ。いや、それはそうでしょうね。ええー、ってやりましたよ。おかしいですね。うん。いや、僕も大体マッチングアプリで最初会ったら、そう、なんか、普通ぶるというか、はいはい。なんか、普通の人を演じなきゃみたいな感じになるんですよね。はい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 。だからまあ、それ大変だなと思いながら。普通ってその結婚したら大変だったら普通じゃないのに。そうですね。そうまあだから。竹の皮が剥がれた方が一番きつくないですか？うん。まあだから、そうですね。最近ちょっと思い直して、ちゃんと。プロフィール欄には紐になりたいとか。いや。めちゃくちゃ普通のプロフィールですね。プロフィールは、さすがに。いや、なんかやっぱ女性って普通の人求めてますもんね。女性っていうか多分。誰もが普通の人が求めてると思うよ。そうなんですか？変な人とマッチングしようとしないんじゃない？ああ、そうです。いや、勉強になるな。じゃ勉強になるというか。ちなみに、すいません。マッチングアプリで探している範囲は、そのお住まいの地域とかっていうことなんですか？そうですね。まあ、福岡、うん、久留米が本当にないんで。ない。うん。田舎はないですもんね、本当ね。うん。だからまあ、福岡市とかになっちゃいますね。基本的には。どうなんですか？マッチングアプリでこう、なんていうのかな、アプローチすると、結構マッチングするもんなんですか？いや、あんまりしなくてというか、まあたまにするんですけど、多分やっぱり、僕今、半年前ぐらいから実家にいて、多分こプロフィールにこう、一人暮らしとか選ぶところがあるんですよ。はい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 。だからまあ、ここ重要なんじゃないかなと思いながら。ここ重要だと思う。いや、そうですよね。でもまあ、さすがに一人暮らしってこう、嘘ついてあれしてもあれだから、まあ、書いてはないんですけど。変なところでは嘘つけないんだな。うん。うん。うん、アパートかマンション借りて。まあそうですね。それもありっちゃありですけどね。うん。うんなんか逆だと思いました。逆だと思いましたよ、中出さんは。だから、一人暮らしって書いといて、うん、そっちがいいってことですね。うん、紐になりたいっていうのは書かないっていう。中出さん、なんか紐になるため何かしてるんですか？いや、もう、何もしてないですね。一時期はその、なんですか、婚活じゃなくて、結婚相談所とか、うん、行ってみましたけど、面白くないので、やめましたね。結婚相談所行ったんだ。面白くないってのは何？いや、なんか、一応無料って書いてあったから、登録しに行ったんですけど、なんか、なんかお金くださいみたいな、そういうスキームが、勘に触ったんで。まあ、ここのサービスまでは無料だけど、それ以上いったら課金してねみたいな感じなんですね。そうそう、そうです。ちなみに、長出木さん、女性のタイプとかなんかあるんですか？いや、金持ち。それだけです。金持ち、それだけ。はい。そしたら年齢も問わないし、そのスタイルとか顔とかもどうでもいいんですか？いいです。必要なのは資産だけだって。長出木さん紐にしたらこの特典ありますよって何かあるんですか？いや、特にないと思います。束縛は何もないです。それぐらいですかね。あと、家事を代わりにやりますとかは、でご飯作りますとか、洗濯もします、掃除しますみたいな。それはもちろん、できます。そこは健三さんと一緒かな。なるほど、なるほど。はい、できれば僕、家から出たくない。家から出たくないのに神奈川から来てくれるんですね。いいイベントは出ていきますよ。会社に行くとか、そういうのが嫌な。なるほど、なるほど。面白いな、なんか。本当ね、面白いな、本当今日。やばいっすよ、皆さん、今日は。独特の濃さがありますよね。独特の濃さが。面白すぎるわ。ですね。今日の回あれですね。あんまり聞かせられないですね。知ってる人に。いやいや、聞かせますよ、全然。ここでまんま放送。だって俺とかあれですよ。デリヘルの話とかこれでしてるんですよ。そうですよね。たまになんか聞いたことあります。ですよね。それに比べれば可愛いもんですよ、今日なんて。うん。去年、ちなみに福岡遊びに行ったんですよ。はいはいはい。で、ちょっと残念なお店に入っちゃったので。入ったんですね。入りました。それは何ですか？キャッチかなんかのお兄ちゃんに引っかかって、そのまま連れて行かれた感じなんですか？そういうのは自分でなんか事前にネットかなんかで調べていったんですか？いや、事前といえば事前なんですけど、思ったより早く空港に着けそうになったので、余った時間で暇つぶそうと思ったら、それしかなくて。あるでしょ、いろいろ。店いっぱいありますよ、あの辺。いや、そういうことじゃなくて、いろいろ言われても。たまたま検索して、上に出てきたのに行ってみたら、ちょっと残念でした。残念は、どういう意味の残念ですか？女の子が残念だったのか。掘り下げる、掘り下げる。女の子がですね、福岡の子かなって思ってたら、はい。住んでるところのすぐ近くの子で、もうその時点でやる気がなくなってしまいましたですね。福岡の女の子と遊びたかったけど、全然違う地方のエリアの子がいたってことだね。近所だったみたいな。そんなパターン俺初めて聞いたわ、なんか。初めてでした、僕は。なんか今日本当に。お二人のことをね、知ろうと思ってこの回撮り始めましたけど、若干後悔します。今日濃いなぁ、なんかマジで。いいなぁ。俺めっちゃ好きだわ、こういう回。3人でポッドキャスト始めてほしい。もうなんで抜けようとしてる。まあね、こんなお二人が出演するディストピアですね、映画ディストピア。ちょっと秋、冬ぐらいの、なんですか、撮影になって。まあ年内に出せればいいよね、ぐらいの感じかと思いますが、ぜひね、映画ディストピア楽しみにしておいていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。